いつもです。ひらがな4文字は大事です。ありがとう。イベントには2位でいいじゃん。だって5位以内で勝ち抜けるんだから。もう残りあと1時間20分で2位だったら勝ち抜けんだよ。全然いいじゃん。俺は2位でいいよ、もう。1位になりたかったけど、でもお前らはしてくんないでしょ、1位に。2位でいいよ。正直もう5位以内に目標変えるわ、また。もう俺はね、皆さん、1位は絶対取れない運命なんだよ。清原と一緒。無冠の帝王で、ふわっちの人生、ふわっち人生を終えるんだよ、俺は。あ、あゆままさん、あれですね。あ、あゆまさん、ごめん。あゆまさん、ゴミアイテムだった。あ、匿名さん、10倍2個あります。あ、2個あります。匿名さん2個あります。匿名さん2個あります。匿名さん2個連打ありがとうございます。あ、匿名さん2個あります。匿名さん2個あります。匿名さん2個あります。ちょ、誰？匿名さんめっちゃ投げてるわ、匿名さんこれ。匿名さん、ありがとうございます。2個。2個、10個ありがとうございます。匿名さん。初めての方はな。10個ありがとうございます。匿名さん。ありがとう。リスナーを楽しませる気持ちがないんですか？あるわけねえだろ、ボケが。な。なんでリスナーを楽しませなくちゃいけないの？今楽しんでんじゃん、お前ら。俺の放送を見て。ね。楽しんでんだろ？俺の放送を見てよ。なあ。楽しんでんじゃねえか、今。楽しませってなんだ、こいつ。ぶち込むぞ、お前。今、楽しんでるから見てんじゃねえの？俺の放送。そうやって。どうだろう？何がお前楽しめる気持ちだよ。俺のね、楽しくない放送も、楽しい放送も、人生業なんだよ。なあ。楽しくない放送も楽しい放送もすべて、俺の人生業なんだよ。楽しくなくても、それが人生業。人生を切り売りして、俺は、こうやって乞食してるわけだから。楽しくなくても、それがよっさんなんだよ。楽しくても、それがよっさんなんだよ。俺に面白さを求めてんじゃねえぞ、この野郎！ぶち殺すぞ、てめえ。NG ぶち込むぞ、てめえ。何俺に面白さ。面白くない時も、よっさんなんだよ、それが。人生業だから。なんなんだ、こいつ。ふざけやがって、お前。それもよっさんなんだよ、面白くねえ時もよ。てめえが感じたよ、面白くない時もよ。それがよっさんなんだよ。覚えとけ、この野郎。ゴミが。いやいや、これ絶対うまいね、これね。これ絶対うまい、これ。いただきます。まっ！うまっ！マジうまい、これ。豚ピーマン丼。豚ピーマンの。うまや、これ、ピーマン、豚ナス丼か。豚ナス丼。豚ナス丼うまいね。まだ酒あるかな？まだあるのは酒飲むか。あとまだ1時間20分あるからな。あ！ 2 個ある。カロリーならいいんだよ。俺死ぬために放送やってるから。それもよっさんだから。人生業のね。匿名さん2個ありがとうございます。匿名さん2個ありがとう。いつもありがとうね。匿名さん。
あ、お気持ちですが、サンクアジャス。ありがとうございます。初めての方かな？初めての方、ありがとう。カタカナの漢字の方。ありがとう。うん。そういうので俺は配信を続けられるから。お前らからの気持ちの金があれば、金さえあれば、俺はいくらでも配信続けてやれよ。お前らの、な、不和拓州という金があれば、俺はいくらでも配信続けてやれよ。うん。死ぬ間際まで、俺の人生業をてめえらに見せてやれよ。そんなよ、クソみたいなルーとかよ、ゲロちゃんとかよ、どうせ彼氏とかよ、結婚したらよ、な、やめる人間に投げるなよ。俺は、人生業をエンターテインメントとして、最後まで送り届けてやるよ、な。何が女だよ。夏子様とかや、ゲロちゃんとかや、なんでそんなやつ投げんだよ。5年後そいつら全員いるかよ、配信会によ。いねえだろ。熱いよ、俺はそうだもん。あ、バッシュさんありがとうね、一個。俺は、お前らに、死ぬまで、配信のエンターテインメントを提供してやるよ。なあ。俺が10年間やってきただろ？そのエンターテインメントを。なあ。金がない時も、お金が得られない時も、正幸に殴られてもやってきただろ、俺は。何年間も貫いて。だけど、クソみたいなさ、女みたいに投げるやつは、ねえ、ゴミクズでしょ。そんな女で、ルーさんもさ、夏子様も、ゲロちゃんも、やらねえよ。予言者だと3年後全員消えとるわ。ゴミどもが。俺は消えないから。だったら言ってやるよ。これ、ブル、スイマ、アキルナが3年後いるか？いるわけねえだろ、ゴミが。こんな奴で投げたとこって無駄銭になるだけだから、金が。俺はね、約束してやるよ。もう10年間放送やってきて。ね？葬式まで見せてる、全部。死ぬまで、な？やってやるって。だから俺に投げろ。タクシーは。こんなゴミどもに投げないでよ。サプリとか、アキルナとか、スイマブル、こんなゴミに。あ、ここあれだっす。あ、10個あれだっす。匿名さん、10個あれだっす、うん。俺が全部、エンターテインメントして、人生業として、全部すべて見せてやるから。この、ね、俺が、フワッチタクシー1位になることができたら、ね、1位になることができたら約束するよ。じゃあそれを。本当に。もうこれ1位になったら、ふわたく1位になれれば、今2位だけど。1位になった暁には、お前らに約束、もう約束っていうか、俺はもう命かけてこれしかないからね。こいつらさ、ブルとか、スイマとか、アキルナとか、サプリとかね。このテルランドとか、こいつら。こいつらだってさ、中途半端な気持ちやってんじゃん、配信を。俺は思いが違うからね。何年やってきた？こいつら何年やってんだよ。ブル、スイマ、アキルナ、サプリ、テルランドとか。どうせさ、やったとしても2、3年のゴミだろ。違うんだよ。こいつらは今の時代ね、お金稼げるからやってるだけじゃん、こうやって。俺は金が稼げない時代からコツコツね、やってるわけだよ、こうやって。全然違うよ、こいつら。配信で稼げる時代から始めて、ただ今上位にいるだけじゃん。なんか知んねえけど。俺は違うから。いや、わかるんだったら、トモさんもっと投げてよ。わかるんだったら。気持ちが伝わらないよね。わかるって言うんだったらもっと、ね、ゴミみたいなガキでも書けるコメントでわかりますって言うんじゃなくて、フワタクシーで書いたらいいじゃん、一個でも。それができねえから、てめえらはゴミだっつってんだよ。なあ。クズが。
舐めてんじゃねえぞ、このやろ、お前。格が違うんだ、お前。やってきた歴史がよ、春日。あ、ふわふわタクシーありがとうございます。うん。あ、匿名さんありがとうございます。いつもありがとうございます。うん。同じにされるのが一番ムカつくんだよ。だから俺1位取りたいって言ってる。今回1位取りたいよ、俺。一緒にされたくないから、こいつらみたいな雑魚と。どうせ3年後、5年後やめてんだから、こいつら。配信っていうのを舐めて。だから俺は1位取りたいって言ってんじゃん。その思いはみんな伝わってないの？ここにいる。ね。ここにいる、1100人に伝わってないのかよ！俺の思いはよ。これ、ハイジンツ NG ね、これ。連投してから。死ね。ハイジンツ死ねてね。連投は、うちは NG だから。連投は NG なんだ。ああ、ももぶさん、ごめんなさい。ももぶさん、ごめんなさい。うん。さあ、あとね、残り時間。1時間10分を、もう1時間切ろうとしてるよ。魔の1時間タイムに入るね、これ。魔の。この1時間で、一気に貝から爆投げがね、そう、金持ちの遊びが始まる可能性もあるから、油断はできない。もう、俺は1位になりたいけど、お前らもうしてくれないでしょ。こんだけ言っても。1位に。こっからもうアイテムないじゃん。1位にさしてくれないでしょ、こっから。全然。うん。うん、こっから魔の1時間、もうすぐ魔の1時間に差し掛かるよ。イベントの魔の1時間。うん。まだわかんないかね、こっから。S アカが一気に来るかもしれないし。爆投げで S アカがね。塾長とか、そういうクラスが来て。ドカ X もな、ドカ X も爆投げされて、一気に俺より順位を超えたわけだから、イベントで。うん、うまっ。S アカもあり得るわね。今 S アカ放送してたら、S アカってな、ね ?S アカってなんで今放送開けてるかわかる？爆投げ待ちだよ、爆投げ。あー !20 回です！もう一回勝てないわかってるから、そういう金持ちの遊びを待ってるんだよ。これを大量に持ってね、資産10億とか持ってるやつに、その100万とか投げるのは余裕じゃん。それを一回から待ってるわけ。今放送してたのね。あいつはもう勝てないわかってるから。でもそういうのね、ワンチャンあるのを知ってるから、一回勝ってるの。匿名さん2個ありがとうございます。ありがとうございます。匿名さんありがとうございます。うん。あ、匿名さん10個ありがとうね、いつも。ひらがなと、あの、数字の人ありがとう。うん、10個ありがとうございます、うん。ちょっと気づかなかった。ありがとうございます。いや、伊勢が10、こっから来るかもしれない。可能性はあるからね、正直。バク投げがあるかもしれないじゃん。ただ、伊勢がやってると思うんだよね。ワンチャン、バク投げが。あ、しげさん5個ありがとうございます。しげさん5個ありがとう。うん。酔ってないおっさんが好き？だったら、一言だけ言えるよ。な。ふわたくち1000個投げろよ。そしたら、酒なんか飲まないでやってやるよ、ゴミが。何ほざいてんの？酒飲まないおっさんが好き？だったらや！投げてから言え、ゴミカス野郎が。ぶち込むぞ、お前。おい。それが好きだよ。俺をラジコンにしてみろよ。ラジコンになってるよ、てめえの。何が、酔わないおっさんが好きだよ。その思いも伝わらねえわ。ガキのコメントに書きやがった、お前。舐めんじゃねえぞ、配信、お前。ああ NG ぶち込むぞ、お前。お前。何様なんだ、こいつ、お前。カツだ、お前。
様なんだこいつ。なめんのもいい加減しろよ配信お前。この野郎。あ、しげさんありがとうね。しげさん、10個ありがとう。うん、しげさんはね。しげさん応援してくれてるから、俺はね。ほんとありがたいよ、しげさん。5個ね、10個も投げてくれて。うん。さあ、あとね、残りが1時間7分来ましたけど、うん。こっからね、まだ間の1時間があるから、爆投げ情報が入ってくると思うよ。こっから。まあ、俺の爆投げが始まる可能性も、一応あるっちゃあるけど、でもどうなんだ、この感じだとどうなんだろうね。うん。俺の爆投げが始まるのかわかんない。あ、しっちゃんさんありがとうございます。3個。いつもありがとうございます、しっちゃんさん。しっちゃんさんいつもありがとう、うん。まあこれはね、最後までちょっとわからない状況。まあ、俺は1位になりたかったけど、まあ、これはちょっとわかんない。どうなるか。うん、まあ。あ、でも7万差なの？え？ちょっと待って。俺今10万以上差あると思ったけど、7万差なの？これいけんだね。うん、ああ、ラムさん10個出す。え、7万差の1位と。俺だって、さっき初めだけ18万差あったんだけど。それがもう10万以上縮まってんの差が。ブルと。これある、え、これいける？お前ら次第いけるこれ。1位。1位いけるこれ。7万差らしいよ。あ、しげさん半目出す。うん。7万差らしい、俺。あ、17万差？あ、じゃあ、ダメか。こっから爆投げがないとダメか。17万差縮まるぐらいの爆投げがないと。あ、しっちゃんさんやす！しっちゃんさん、5個ありがとうございます。花火5個ありがとう。花火じゃん、ふわたく5個。